は皆さん、こんにちは。教育百かっランと申します。今回もですね、熟ナビの問い合わせ対象法といをやっていきたいかなと思ってます。前回ですね、熟ナビの問い合わせ逃さないっていう動画を出したんですけれども、それが結構反応良かったので、今日はそれの強化版ですね、バージョンアップしたものを皆さんにお届けできればいいかなというふうに思っています。えー、ところで、皆さんの熟ナビに対する 思いっていうか考えたら何がありますかいや、軸ナビってな、全然問い合わせに反応がないんだよね、という人とかねや、やっとね、必死の思いで繋げた電話もですね、いや、多軸検討してるんでみたいな感じでね、全く面談にも来ないみたいなねケースあると思うんですけど、そういうのを打開していく技に関しては、前も話したんですけど、今日はですね、さらにプラスアルファ資料送付のところまでやっていこうかなというふうに思っていますの、ね、で、ぜひご覧ください。では、やっていきましょう。 ははいでは1つ目ですね。これは前回話したものと全く同じです。とにかく、塾ナビってのは、登録してボタンを押したときが最も入塾の気があるときなんですよ。塾に行かなきゃっていう危機感があったりとか、前向きな姿勢を持っているときなんですね。時間が経てば経つほど冷めていきます。僕の転職エージェントの頃の経験だと、3日経つと、 通電率が0%になるというデータがありましたのでとにかく時間が経てば経つほど冷めていきますから即電話しましょう。で留守電になった場合も、えー、例えば登記交渉の体験がまもなく始まりますので授業を受けられないものがないようにちょっとおの忙しいと思ったんですけどもお電話させてもらいましたみたいな風に言うとああ気を使って電話してきてくれたのねっていう感じになって営業感も薄れていくのであのそれを留守電に入れておいても折り返し率アップだしその場で行っても結構いい感じに移るのかなという いう,ふうに思います。今回はこの留守電の漢字もね、えー、学んでほしいのかなっていうふうに思いますあのもう実は夏き講習時講習がもう1週間後に始まるので出られない授業が出てきますと困ると思いましたのでちょっと資料送付ではなくて先にお電話させてもらいましたみたいな感じで言うと結構ねいいかなと思います理由は何でもいいんですけどそんな感じで言うといいのかなと思います はい、でここからなんですけれども、まあ、電話しても全然つながらないともうその日の命につながらない場合は、まあ、即日資料を送付すると思うんですけども入蓄、えー、を上げるために2つ目ですね送付資料の入れ物を透明にすす。るっていう方法があります皆さんも自分でちょっとよく考えてみてくださいポストの中に入っている中身が見えない封筒ってどうしますか まあ、どっから送られてきたかぐらいはパッと見ると思うんですけどああ関係ねえやと思ったらまず中身も見ずに速攻してますよねですけど透明になってるとああどこどこから来たのねーとは言いつつも中身が見えてしまうんですよその中身の中になんかちょっとした自分にね あの適するような合うような情報が入っていたりするとまあちょっと開けてみるかなんていう風になったりするわけですそれと同じことで送付資料は塾の名前が書いてある不透明じゃない袋に入れるよりものの名前がががが載ってなない透明な袋の方が開封率が断然上がります僕の,あの塾並みの問い合わせで資料を3件送って必ず返ってくるのって透明な袋を送った人たちなんですよ。 だから透明な袋を買ってください。それにまあセロハンテープとか両面テープでやるっていうのがいいのかなっていうふうに思います。ただしですねあくまでもやっぱり塾ナビっていうのは先手必勝です。なのでもうどこの時点でですねどっかの塾が電話つながってて面談の日程を組んでたりしてそこの塾の人の感じが良かったりするとまあ この塾も来たけどもうーん、ちょっと後にしよっかって話になって基本的に問い合わせとは滞る可能性がありますだから電話で先手を取った塾があったりすると透明な袋に入れてもちゃんとは見てもらえませんでだからちゃんとは見ていくるんだけど少しは見てもらえるんで僕は透明な袋にした方がいいっていう風うに思っています 中身もですね適当に入れないで透明な部分から見えるところにすごくキャッチーな情報が入ってるだとか何か良さげな資料が入ってるっていうふうにすると開封率は上がるので本当に工夫次第なんですよねそこ何にも考えず送りゃいいんでしょって送ってる人 のところには問い合わせは来ないっていうことなんです。なので、語学実績で売るのか、なんかイベントの日程で売るのか、それともなんか予算のアルバイトの方が載ってる写真を載せるのか、その辺は教師長の腕次第かなと思うんですけども、あ、なんか興味あるなぁ、良さそうだなぁというものをちゃんと表と裏に差し込んでください。ここがすげえポイントです。はい、でですね、 などオリリジナリティあふれる手紙を同封してくださいこれをまあ、基本的には表面に入れるのがいいかなと思いますなので自動的に裏面は合格実績だったりとかその校舎のイベントの日付が載ったものっていうふうになるかなというふうに思いますこれね皆さんも同じだと思うんですよとにかくね自分の立場になって考えれば本当に普通にねわかる話なんですけどこの度は資料をお問い合わせいただきましてありがとうございます資料意識を送付いたし しますので興味のある方はその電話番号もしくはメールアドレスまでご連絡くださいなんて書いてあって誰が心響くんですかそんなとこ問い合わせしたことあります皆さんないですよねなんで自分が問い合わせしたこともないような手紙を同封しちゃうんですかって僕は聞きたいんですよだからオリジナリティ溢あふれる手紙を同封してほしいんです機械的に作られた手紙なんで誰も見てないし見たとしても心に何も響かないんですねだから連絡はやってきません 僕は塾の紹介であるとか強みですね。あと教師長がどんな思いで責任者やってるか、自己紹介も含めて、そういった熱いものを文字にして、ワードで打ち込んだものってのを用意しておくといいのかなっていうふうに思います。僕は最後の、なんとか塾、なんとかこう、教師長、なんとかなんとか。まあ、僕の場合は、平野夏樹ですね。 は直筆で書いてました直筆で書いておくとまたこれね見てもらえる確率が高まるっていうのを僕は思ってるんでやってみるといいかなっていうふうに思います。とにかくその形式だったものを送らないです。いいですか塾というのはあくまでも看板が命なんではなくてそこにいる人が命なんです。どんな人か分かんない塾に人は来ません。なのでそんなありふれた定型文みたいな、えー、手紙を そうするのはやめましょう、えー、自分は例えばですと何、えー、とか校の教師長の何とかですと、えー、強みはです強みはと英語が苦手な子を得意にすることが得意ですこれまでも減らし40の子を減らし65にして、えー、早稲田大学に抜からされたりとか対応が難しいと言われている国公立の英作文に関しても緻密に面倒を見させていただきますみたいなふうに書いてあれば おーなるほど。じゃあ、ちょっと行ってみようかなっていう気持ちになったりする可能性がありますよねってことなんですよ。だから、そういう熱い思いを字に載せて送るんです。そして表目に入れましょうってことですね。こうやってやると開封率っていうのは上がります。ただしですね、何度も申し上げたんですけども、これが手紙じゃなくて電話で言えると一番いいんですよ。電話で即日言えたら、もうね、1週間以内には面談組めますから。なんなら次の日とか。 ふざおぐらいに面談組めるんでそこでもうさらに対面で熱い思いをぶつけてさらにこういうサービスありますよまあ一応体験してみましょうかってなれば基本的に入塾になると思うんですね、えー、まあこういう仕掛けをしたからこそ僕はえっ、ー、とジグナビからの入塾率が常に3分の1あったかなという感じです 手紙読んだんだであの電話しましまたたっっていう人人もも僕は何人も出会ったことがあります。とにかく一工夫して自分だったらどうやったら開けるかなっていうのを考えた上でやってほしいのかなというふうに思いますでは参考になりました方高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではございました